ここからの実況は私古舘一郎でお送りします。さあ第一ステージ、さあついに登場、ストラックアウトビンゴ。ひときわ異彩を放つ9枚のボードです。まずは体慣らし、顔にはかすかに緊張の色が浮かんでいます。ここはクリアした、心当たりはお手のもんでありましょうか。サーカスの猛獣のように恐れることなく火の輪をくぐって第二エリアへと進みます。この後も第二第三の難所が待ち受けている。クリア、余裕があります。流れにうまく乗っているという感じがいたします。脳内パズルを今展開している。山あり谷あり、非常に高度なテクニックを必要とするこのコース、油断は禁物であります。うまくいかない、気持ちを切り替えて臨みたいところだ。これはすごい、なんと4枚抜き、クリア。まだまだ余裕を残してのクリアです。下に恐ろしきサスケ、その第一ステージを見事クリアしてきた挑戦者のみがこの鋼鉄のジャングル第二ステージへと進んできたわけであります。いよいよサスケセカンドステージ、ついにその勇姿を見せました。キックターゲットビンゴ、エメラルドグリーンのコートに設置されております9枚のボード、どのような作戦でクリアしていくのか。ダメだ、うまくいかない、気持ちの切り替えが大切です。まず一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、ここはなんとかクリアした。心当たりは筋肉の東京地検特捜部。さあ途中までやってきた、ラケットという武器を手に全ての的を撃ち落とすことができるか。臨機応変に変えなくてはなりません。果たしてこの第二ステージはどうか。この辺りをうまくクリアしていった、心当たりは見せつけてくれます。全てのボードを撃ち抜いて12ビンゴのパーフェクトを達成することができるのか。さあ一気に行きたいところ。ダメだ、さあ気持ちを切り替えて今度は決めてもらいたい。さあそろそろ終点だ、心当たりは弾みをつける、軽快に行きます。あとはこの池に吸い込まれてしまうのか、それとも見事に無駄なくゴール地点へと自分を運ぶことができるのか。ゴールまであとわずか、ゴールまであとわずか、もうあとちょっと、いった、クリア。第2ステージを見事クリアしました。墨を流したかのような深い闇の中に忽然と浮かび上がるサードステージ、注目のサードステージが今始まろうとしております。難攻不落の要塞、キックターゲットビンゴです。まただ。さあアームバイク、マッスルキングへの道、さあいよいよ難関であります。ファイナルステージまで駒を進めたいところであります。心当たりは挑戦者にとっての地獄の3丁目、さすがに心当たりは慎重にならざるを得ないのでありましょうか。軽々とクリア、重心のかけ方を臨機応変に変えなくてはなりません。さあ途中までやってまいりました。さあどのように攻略するのか、前に進むときにちょっと勇気がいる、まさにメタリックな作用反作用といったところでありましょうか。臨機応変に変えなくてはなりません。さあどうだ、これもクリアしました。さあ中間地点まで到達、こっからが正念場であります。ここからどういう技、どういうタイミングで乗り越えていくのか。見事決めた。この辺りをうまくクリアしていった。さあ一気に行きたいところ、体を運んでいきます。チャレンジャーが行く、ゴール地点に着いた。さあゴール地点までやってきた、最後の詰めだ、最後の詰めだ。クリア、クリア、クリアした、パーフェクト達成、奇跡の完全制覇、前人未到サスケのこのファイナルステージ、天井の城をついに落としました。パーフェクトおめでとうございます。